quiero aquí go とってますか。はい、皆さんこんにちは。今日はマジの話です。聞きたいですか。私たちみんな心配します。昨日新しいニュース見ました。日本の政府またやばいですね。なんでニュースは 1.9 リットル以上の車輸出禁止ですね。なんでよくわかりません。日本人よく考えてください。これはロシアのことだけじゃないです、マジで。例えば22年の日本の輸出の一番大きな半分は日本の中古車でした。全部はロシアに送ります。日本に必要ではないからすぐロシアに送ってください。私たちいつも待ってます。皆様が日本の車大好きです。世界の中一番いい品質ですね。私も日本の車買いたい。見てください、私の周り全部の車は日本の車ですね。今は何ですか、何と思いますか、なんでそうしますか。あとはやばいニュース見ました。マジで日本ではみんなそう思いますか。日本で中古車買ってロシアに送って、このその車を戦争に送りますか。マジでこれはマジで冗談ですか。自分で考えてください。私は例えばダイハツミーラ頼みました。どうやって私はそのトーク受けますか。私ここで運転したいだけ。私の思うは輸出禁止はちょっともったいないです。意味は何ですか、よくわかりません。私たち普通の人たち、日本の車、子供から今までみんな運転します。私たちこれを続きたい。私たちロシアの車そんな好きではないです。日本の車だけ欲しい。それから日本の政府お願いします。よく考えて、最後の質問です。よく考えてください。私たちにいい車を送ってください。私たち運転したい。最後の一番必要、日本人もそんな中古車でお金いっぱいもらえますか。マジでいっぱいお金ですね。例えば私は日本人、古い車あります、ちょっとゴミに送りたいならお金払ってなければなりません。でもロシアに送るならお金もらえます。いいことじゃないですか。私たちここで大きなゴミバッグみたい。でも私たちこの車は大好きです。いつも見ます、よく洗います、いいガソリン使います。私たちの家族と一緒に旅行をいつも行きますね。それからちょっとよく考えてください。やばい、やめてくださいの悪いルールをやめてください。マジでみんな書きます。ウラジミル、あなたはよくわからない、あなたの国は戦争始まりました。でもあなたたちはよく考えてください。このことわかりますか。何です、それ全部あります。私たちはいい人です。意味はないですね、全然ありません。それからお願いします、最後の質問、日本の政府最後の質問、私から輸出を禁止しないでください、お願いします。 1.9 リットルの車はいいですけど、2リットル 2.5 リットルも必要ですね。私は例えば10年前ぐらいマーク2運転しました。 2.5 リットルめっちゃすごい車でした。大好きだった、今まで大好き。あとは日産エクストレイルありました、 2リットル、これも入れないんです。これも輸出しません、来ません。分かりますか、これはマジで問題です。私たちのためにちょっとよく考えていいことしてください。あとで私たちも日本にいろいろないいものを送ります。それから皆さん、私たちをサポートしてください。ロシアに行きたい人もいっぱいいます、私よくわかる。来るときにちょっとびっくりしないでください。ロシアの車しかないです、わかりますか。最後一つあります。輸出禁止しても私たちが違う国からこの中古車全部もらいます。ちょっといっぱい払ってでももらいます。
でもこれは中国と韓国のお金なんです。日本のお金じゃない。私たちが日本にお金送りたい、日本人と一緒にビジネスしたいですね。マジでありがとう。以上です。チャンネル登録お願いします。